からかたとこで狙ったとこにこう弾くっていうやり方があんねんけど、まずは自分より後ろに、いやないで、後ろに行かないっていうこと優先して、後ろに行ったらなんでゴールになる、ゴールになるな。じゃあこれもいやタッチしたら振りかぶったら両手出せんけど、こっちの手ね、後ろに行かへんようにして、今や手のひらはどっち向けとく、いつも悪い、そやな、止めるときには相手に向けとかなんな。で今やってみて、両手出して左手で触って OK、 はい、そう、それでいいな。今やったら右手でしっかり、はい、そうそうそう、まずそれでいい、それでいい、それでいい、はい、タッチ、はい、両手でいって、そう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 、それで遠くなったら右手伸ばしてもらって、はい、タッチして、はい、両手出して、あー今のは片手で手を出してない、もう一回やって、両手出して、両手、両手出して、いくぞ、はい、タッチ、両手出して、両手、両手出して、そういうことやな、右手で触って、はい、行こう、両手出して右手で止める、そういうことやな、それで後ろ行かへんようにすんな、じゃあ手の位置どうなるかやな、はい、タッチして、両手出して片手で、そう、そういうナイスキーパー、はい、両手出して、両手出して、そう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 、ボール見てな、えいじゃない、えいじゃない、ボール見たい、はい、両手出して、両手出して、そう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 、ね、両手出して、もういけな、遠くはこっちやな、上はこっちやな、それを判断せない、だギリギリになったらこの状態から片手、この状態から片手出すので、基本的にはシュートに反応するときは両手出してほしいな、で両手出して、さっきやったら低いボールな、さっきやったら低くて遠いからこっちの手で弾いたな、で次はちょっと上のボール来るから、でいろいろ指先で弾いたりコース変えたりいろんなやり方だけど、まずは後ろに変えたり、タッチしたらシュート両手出して上からこっちで弾いて、あの慌てて飛んだりしちゃんでいいから、分かるよ、慌てて飛んだりしちゃんでいい、単純に両手出して上に来たから上の手で止めてで転がれたり、両手出して高い方で取ってナイスキーパー、はい、両手出して高い方で触ってナイスキーパー、両手出して高い方で触ってナイスキーパー、はい、両手出して高い方で触ってナイスキーパーで、後ろ行ってるけどないよ、はい、両手出して高い方で触ってナイス、飛ばんでもいいけどな、はい、行こう、両手出して、はい、高い方で触ってナイスキーパー、はい、両手出し上の手だナイスキーパー、はい、行こう、はい、両手出し上の手出して OK、 はい、ナイスキーパー、いいな、さあ、ナイス、はい、あー惜しい、よし、いけ、あら入っちゃった、はい、ナイスキーパー、シエラ危ないよ、えい、あー、もう一個、はい、さあどっち来るかな、はい、ナイスキャッチ、それでいいな、それで、はい、はい、ナイス、はい、あー惜しいな、飛んどいて、いいよ、はい、ナイス、いいよ、それでいいよ、ナイスキーパー入ってないよ、いいよ、はい、ねえ、はい、はい、ハンドいって、はい、ナイス、ハンドいって、うわあ、よっしゃ、わあ、ナイス、ハンドいって、はい、ナイス、ハンドいって、どうする、ナイスキーパー、はい、上で、ああそっちやったら取れんねんな、はい、で近い方出しよ、近い方出して、ナイスキーパー、いけ、おおいいね。出るよ全部、はいよ、バンザイで、あな、おいもう倒されんぞ、まさかよ、おい行くぞ、さあナイスキーパー、さあ行くぞ、さあナイス、さあケンタケンタナイスキーパー、さあ行くぞ、ユートボール見ろ、ボール見ろ、ナイス、よし行くぞ、